キリスト教では、キリストを信ずる者は救われると。で、仏教では、仏陀を信ずる者は救われると。いろいろとの宗教は、この神を信ずる者は救われると、普通言われているのでございますけれども、そのキリストを信ずる者はというのは非常に誤解されております。我を信ずる者は救われるという意味は、信ずるということをね、知るということに、本来は非常に誤解されて説かれているわけです。で、この信ずるというものを知ると意味に置き換えていただきたいと思います。キリストが何であるかということを知る者は救われるという意味でございます。信ずる者はと置き換えられていますね。で、私たちは知ることが大切であって、信ずるとは何かというと、知ることであると。キリストが何であるかを知ることであると。今のキリスト教ではキリストが何であるかわからないんですね。で、イエス・キリストは何と言われたかと言いますと、我は生命なり、我は霊なりと言ったんですよ。で、キリストは自分は霊であり、生命であると。だから命のパンと言いまして、その命がキリストなんです。はっきり言って、我は生命なりとイエス様は言ったわけですね。我肉なりとは言ってません。だから我は血や肉に属するものにあらずと、我は霊なりと。このキリストとは何かと言いますと、原因でもあるわけです。原因を知る者はという意味なんですね。原因なんです。原因を知る者はと。我々は結果なる我々が原因なる我を知らないということになっているわけですね。で、仏陀とは何かというと、仏陀も原因なんですよ。仏陀も原因なんです。すなわち霊なんです。生命なんです。その他には原因はないわけですから。だから、信ずるものはじゃないんです。知るものはと。原因を知るものは救われると。我々は今まで結果に生きて原因を知らなかったんですね。何あるがゆえに、我々というものはここに存在しているかと。我々というものは結果でございますね。で、我々の原因とは何かというと、命が原因しているわけです。命という原因があって、結果という人間は存在しているんです。これは人間だけじゃなくて、鉱物、植物、動物、すべての万象万物は命の結果なんです。命の仮の姿なんですね。命があるときは人間の姿を表し、あるときは植物を表し、あるときはこうバナナを表しているわけです。このバナナとは何かと言いますと、結果でございます。何が原因して、ここにバナナというのが存在しているかと言いますと、命でございますね。生命のないところに結果というものはない。だから、生命は原因なき原因と。生命という原因があって、すべての物質世界というのが存在しているんだと。命とキリストと何が違いますか。だから、イエス様は生命のパンを食せよ、天より来らるパンと言われたわけですね。生命のパンとは命ですね。で、一番大事なものを人々に与えなさいと。一番大事なものとは何かというと、命であると。すなわち原因であるということなんですね。だから、キリストはどこにおられるでしょうか。我が中にまします。すなわち、皆さんの中にキリストはおられるわけです。どこか遥か彼方にキリストがおるんじゃないんです。キリストが何であるかというと、現象画のイエス・キリストのことを信ずる者はじゃないんです。イエスは現象画のことを、この肉体のことを我と言ったんですか。生命画の霊画の我を我と言ったんですか。どうでしょう。生命の我ですね。だから我は生命なり、はっきり自分はこの姿形ではないということを聖書に否定していると思います。肯定してるんですか、否定してるんですか。我は地